じぎれされた石垣トカゲの尻尾の先端を失った、先島ナヘ蛇じ切れは、節足動物やトカゲなどに見られる、足やを自ら切り捨てる行動。なぜ自ら体の器官を切り捨てるかは、状況やタクソンにより異なると思われるが、主に外敵から身を守るために行われる例が多い。すなわち外敵に捕捉された際にしや、 呂等の生命活動において主要ではない器官を切り離すことで逃避できる可能性を作り個体そのものが捕食される確率を下げるための適用であると考えられているそのため地切れする器官はあらかじめ切り離しやすい構造になっていたり喪失した器官を再生させる等の機能を持つ種が多い身近な例では日本トカゲ、日本カナヘビ等が地切れを行う 地切れしたオは、しばらく動き回ることで外敵の注意を引きその暇に逃げることができる。切断面は筋肉が収縮し、出血も抑えられる。再生したオは、外観から見ても体色が異なっていたり、元の尾よりも長さが短くなることが多い。また再生オは中に骨はなく、代わりに軟骨により支えられている。これらじぎれを行う、トカゲ類のオは、 脊椎に、磁切面という節目がありきれやすい構造になっている。そのため人為的に尾を切断しても、同様の反応は見られない。自然界では、磁、切により外的から逃避できる、可能性もあるが、尾に栄養分を貯めることの多いトカゲ類は飼育下では、メンテナンス中の不注意やのに、尾が挟まった、斎藤に磁切れし、結果として、体調を崩してしまうことも多い。 トカゲ類すべてが、地切れを行うわけではなく、また同じトカでも地切れ後に、再生用が生えない種もいる。それより、体が柔らかいものでは、単に柔らかくて壊れるものとの差が紛らわしい。単に体の一部を自ら切り離す意味で地切れを使う、場合もある。世間で言う、トカゲの尻尾切りというのは、動物のこのような行動になずらえて、大きな組織が、 特に、何らかの後ろ暗いことがあった場合に、組織全体としての危機から逃れるために、適当な地位の誰かを世間に差し出して、批判の的とし、あるいは罪状を被せることによって、それと引き換えに組織本体は、安泰を図ろうとすることを指す。細、M. コストーブオートトミードライブスオントジェネティック、スイッチングオブアンチ、プレデターメカニズムスアンダーデベロップメンタル、 コンストレインツイン、エーランドスネール、プロシーディングスオブザロイヤルソサエティ B、バイオロジカル。サイエンシズ著者による、解説祭、マサキウェブサイトカタツムリも尻尾切った、天敵ヘビに襲われ、八重山諸島、世界初確認 MSN、産経ニュース2012年10月3日尻尾を切って、ヘビから逃げるカタツムリ、沖縄で世界で、 初めて確認アフップブニュース2012年10月4日、カタツムリもしっぽ切りあえやま固優秀で、防御行動を発見東京新聞2012年10月3日。ありがとうございます。